皆さん、お久しぶりです。ちぬこチャンネルです。今年の夏は新しいことに挑戦しようと思って約2ヶ月間、サーフでフラットフィッシュ、おかっぱりでブラックバスを狙っていました。なかなか釣果が上がらず、気がついたら秋になってしまいました。このままではいつまで経っても動画を更新できないので、今回は餌釣りをします。まずは小魚を釣って河口に移動してから泳がせ釣りをします。今日の仕掛けを説明します。サビキ仕掛けなんですけど、下に螺旋というのがついていて、ここに餌を絡ませます。そして針が3本、そして一番上が浮きになってます。ちょっとね、棚取りから始めたいと思います。よいしょ、水が綺麗だ。よし、ぴょん。竿は延べ竿ですね。釣れた。え何、餌つけてないのに釣れた。釣れた。なんで餌つけてないのに棚取ってたら釣れました。こんなことある？OK。どういうこと、どういうことですか。がね、いい感じに流れてるので、まあ、これぐらいの棚から行きます。で、魚が釣れなければまた棚調整しますね。この螺旋を餌をこんな感じで絡ませると、水に入れたら餌がパラパラっとばらけて、上にある針に魚がねかかるという仕組みですね。さっきね、餌もつけてないのに1匹なんか小魚釣れちゃって、ちょっと期待が持てますよね。なんかね、釣れるといいんだけどな。せーの、ぽちゃん。あ、餌をつけるとね、ちょっと重くなるみたいで、浮きがね、ゆっくり滑るような動きがなくなっちゃいました。どうしたらいいのかな。ちょっと深いとこに入れるかな。おお、魚が跳ねてる。餌入れたからですかね。おお、来た。本当にすごい。今スーってなりましたよ、浮きが。おお、来てる。あげよう。やったー、ちっちゃい。むっちゃちっちゃい子。やったー。はい、あ、さっきと同じ子かも。でもすごいちっちゃいけど、これも位置をキープサイズ。ああ、逃げてる。さっきの子が逃げてる。おー、セーフ。よいしょ。オッケー。つついてるんだけどなー。おー、来た。ああ、バラした。難しい。つつくよー、でも。張りがかりが難しいんですよね、これ。かかった。いいサイズ。これを今から河口まで持って行って、泳がせ釣りをしたいと思います。なんか大物釣れるといいんですけどね。よし。昨日捕まえてきた魚を、これを餌にします。
わあ、びっくりした。おお。よいしょ。マゴチ釣れた。びっくりした。いきなり目の前で来ましたね。おお、やったー。やったー。すぐ足元でマゴチが来ました。ああ、その横にカニがいる。はい。やった。やったー。びっくり。嬉しい。よし、それではこいつを投げときます。 OK、 ドラグを緩め、緑色の浮きがあそこにありますね。これでちょっと浮き座をしても、おう、沈んでんのか、あれ。え、持ってった、食われてる、あれ食われてんのか、え、ちょっと待って、食われてない、逃げてただけ、逃げてただけか。もう一回。よし。じゃあ泳がせずり待ってる間にルアーでも狙ってみます。あれ、カニじゃないですかね。いる。見えるかな？穴の中にいる。これそうですね。手が見えてる。ドーマンガニ？捕まえれるかな、これ。素手でいけるか？素手で行ってみる？逃げた。知れない、ちゃんと映ってたかな。でもね、かかってあのやり取りしてるところはバッチリ映ってたと思います。やったー、マゴチ来ました、2匹目。めちゃくちゃ嬉しい。ルアーをのジグヘッドワームに交換したら一投目で来ましたよ。やったね。これをねずっと狙ってたのでめちゃくちゃ嬉しいです。じゃん、はい、スリスリして、スリスリして、ただいま、おいしいの作るね、すーちゃん、はい、これを釣るためにいろんな釣り場に通いました。41センチと42センチ、鱗を取って頭を落とします。 OK、体が楕円形してるのですごくね、さばきづらい魚なんですけど、それでも味が美味しいから私はすごく好きです。こんな感じでマゴチの腹骨すごく取りづらいです。骨の形がなんつうか独特っていうかね、なのでこれはもうまっすぐ切り落とします。こういきますね。小骨を取っていきます。骨が取れたら皮を引いていきます。
はあ、難しい皮を引くのがかなりこっちは難しいですね。よしあれ、この辺が皮がめくり損ねてるんで切り落として、よいしょ、はい、いいでしょう。そぎ切りにしていきます。塩昆布、これを入れていくんだ。混ぜます。そしたらこちらを30分ぐらい置いておきます。ここに残しておいたお刺身、味見しちゃいます。うん、味はヒラメのような、フグのような。タレを準備しておきます。ポン酢とごま油、器に盛り付けてごまを散らして、できました。マゴチの昆布締め風完成です。塩昆布と和えただけ、むちゃくちゃ簡単なおつまみです。まずはこのまま行こうかな。うわすごい、なんか身がね、ちょっとこう質感が変わってますね。水分が出てるような感じがあります。うん、おいしい。昆布につけたことによって身がとろっとしてますね。ポン酢ごま油につけて、うまいこれはお酒のおつまみにぴったりです。はい、札幌生ビール黒ラベル乾杯。ああ、おいしい。ポン酢とごま油めちゃくちゃ合うんですね。うんかかってた方がおいしい。うん、うまい。次の料理は皮付きのままいきますね。塩コショウ、ネギ、生姜、ニンニクミックス、焼肉のタレの味噌味ですね、つけておきます。はい、よし、すーちゃんにはチュールあげよう。はい、どうぞ。よし、ここ入れとこ。油を注いで加熱します。タレに1時間漬け込んだマゴチに片栗粉をまぶして揚げていきます。はい、いい香りしてきました。この音がいいんだよね。一旦取り出します。よしと、よしと、はい、OK、できました。マゴチの竜田揚げ完成です。カリッと美味しそうに仕上がりました。ニンニク、玉ねぎ、パプリカ、レンコン皮むいて、乱切り、油を注いで、ニンニクを熱して、そしたらここにマゴチの小さいの入れていきます。バター、しめじ、お醤油加えてよく混ぜたら器に盛り付ける。ネギを散らして、できました。マゴチと秋野菜のバター醤油炒め完成です。竜田揚げをアレンジしてみました。はい、秋の味覚ですね。栗、粒が大きくて美味しそうです。ここから一つかみ取り出します。1、2、3、4、5、5個じゃちょっと少ないから2つかみだな。いやお水につけておきます。さらにこの土鍋に無洗米を入れて、こちらも水に浸しておきます。よし、そろそろいいかな。栗のお尻の部分を切り落としていきます。えい、そして鬼皮剥きます。水につけとくとね、この外側の皮が柔らかくなって剥きやすくなるんですよね。チュルンこれ剥くの楽しいね。そしたら渋皮も剥いていきますね。 OK、 よし、こんな感じかな。水気を切ったお米に酒大さじ2、みりんも大さじ2、塩を少々とお水を入れて栗を入れる。なんか栗入れたらだいぶかさが増えちゃったので、これ吹きこぼれるかもしれないですね。まあそしたら笑おうよいしょ。
沸騰してきたら弱火にして15分ぐらいかな。あ、なんかちょっと焦げてるかもしれない下の方。うん。はい、もうすぐ火を止めます。蒸らします。よーし、ご飯の方見てみます。オープン。なんか膨らんでる。量すごくないこれ。そしてちょっと底の方はね、少しお焦げっぽい感じがありますが、美味しいよ。土鍋で炊いたんだもん、絶対美味しいと思う。できました。土鍋で炊いた栗ご飯完成です。栗がホクホクになってるといいな。はい、お待たせ。美味しそうでしょ。できました。秋らしく仕上げてみました。どっちから行こうかな。食べてみよう。おいしい。肉越え。衣サクサクです。二度揚げするとおいしいね。身の旨味はあるんだけど、あっさりしてるからパクパク食べれちゃいますね。これはお魚の唐揚げの中でもかなり上位にきますね。バター醤油炒め。うまい。バター香る。おいしい。お魚揚げてあるんでバターと絡んで表面とろっとしてますね。すっごくまごちに合った食べ方なんじゃないでしょうか。秋といえばの栗ご飯です。どうだろう、土鍋で炊いたからうまく炊けてるといいんだけどな。まず栗からいくか。おいしい。ほっくほく。秋が来た。最高。全部美味しい。ごちそうさまでした。今回はフラットゲームに挑戦してきました。ルアーの動きだけでね、マゴチやヒラメを狙うっていうのはすっごく難しくて、私も1ヶ月間くらいもうね、心が折れちゃいそうになったんですけれども、本当に頑張ってよかったです。まさか加工であのマゴチが釣れるとは思いませんでした。すごいびっくりしましたね。いや、苦労してからの釣果は格別の嬉しさでした。これからの時期はヒラメもね、狙えると思うので、次こそはあのサーフで釣り上げたいと思います。ちょっと頑張って海にも通ってみますね。今後もちぬこチャンネルでは釣りやアウトドアの情報をお届けしていきます。ご興味のある方は高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。